始まりました、村上夏実のなっチャンネル、イエーイはい、この番組はなるようになるをテーマに、声優村上夏実がなっちゃんで、私自身が考えたさまざまな企画をなるようになるかチャレンジ検証する毎月2回放送予定の番組です。 YouTube では前半放送のみとなっております。またコメントやアンケートはチャンネル放送で行ってますので、 YouTube でご覧の方はよろしければチャンネル放送ページでご覧ください。番組の感想を Twitter でつぶやく際はハッシュタグうになると書いてください。目指せトレンド入れ、イエイ。ということで今日はこのゲストの方が来てくれてます。じゃん、はーい、楠木ともりです。よろしくお願いしますイエーイ、ようこそ。いや、こちらこそありがとうございます。やっと来てもらいましたよ今日はね、お揃いなんで髪型。いや、これはね、もうともりにさせたかった髪型。そう、なっちゃんから羊いけるって言われて羊みたいな。羊 NG じゃないよ全然羊お揃いなんですよ。かわいいっしょ一緒一緒。はい、ちょっとね、私たち出会ったのは3年前とか。3年前か、3年前だね、ちょい前とか。かな、なんか第一印象みたいなの覚えてますか？もうね、あんまり覚えてないんだけど、なんか覚えてて、あのなっちゃんと前田がすごいずっと喋ってて仲いいんだなって思ってた。そうだっけ？そうで、私がなんかちょっと入ってみたの、そこに今日行って、うん、東京ゲームショウの多分裏で前田と2人でずっと喋ってて、あ、そうか、なんかアグリといた記憶だった。アグリともいたけど、なんかね、あのアンケートみたいなの書いてる時に書いたなんかずっと前田と喋ってて、そこにぴょこって入って、でコミュ障だったからやっぱ無理だと思って引き下がったって記憶。嘘だなんかそうリサさんに似てますねって言われた。言った、そう、リサさんにめっちゃ似てると思ってアーティストの、そうそうそう、なんか似てるなって、遠目からずっと似てるなと思って見てて、似てますねって言った記憶ある。ある。そう、これは言ったことなかったけど、めっちゃ言われるんですよ私。本当に似てると思う。なんか骨格とかさ、すごい似てると思う。すごい頷かれてる。ね、似てない？いやだけどね、うちのお兄ちゃんがリサさんの大ファンで、あ、それも言ってたね。そうで、そう、なんかそれをよく言われるんだと兄ちゃんに言うと、似てねえから、お前のこともリサのこともよく分かって俺が言うんだから似てねえお兄ちゃんそうなるほどね、嬉しい。でも私はなんか、なんだろうな、ガチにっていうか、雰囲気、雰囲気、そう、嬉しい。なんか先祖どっかしらで一緒かなみたいなぐらいの感じ。そうなのかな、似てるなって思ってたそうね、そうかな。私のね、ともりの印象はね、いやなんか最初はね、やっぱ初々しいっていうかなんか、綺麗になったねって本当、この3年ぐらいで本当垢抜けたっていうのかな。垢抜けたはあるかも。だって当時前髪壁だったしね、ベルリンの壁かみたいなドーンってしてたし。そうだから今さ、ともりの過去の写真見るとさ、もうやめてほしい、本当にやめてほしい、本当にやめてほしい。ダメです、ダメです、あんなのやばかったもんね。そんな感じかな、印象は。だね、なんかだから結構変わったかも、印象。印象なんかすごいこう接しやすい方だなって今は。接しやすい方、人、なんか当時はやっぱ前田と喋ってたから、なんかどうしようどうしようって思ってたけど、今はめっちゃ話しかけやすいって感じある。いやもうね、なんかね、もう今や、私が年下みたいな感じなの、なんかもう森がね、なんかできすぎてて全てにおいて。そんなことないって。全て森に相談して、そう、なんかこれどう思うみたいな感じ。結構、みんなそうだけどね、前田もそうじゃん、ともりがいるなら大丈夫よみたいな。何なんだろうね、あれね、全然そんなことないと思うんだけど。オールマイティにできちゃう子だからねやった感じかな、ねえ、な感じがある。年々もう才能が開花されてる感じやめて、何今日はなんかドッキリでもしたけど私が照れた回数みたいなカウントしてます。そういうわけじゃない、カウントしといてくださいはい、じゃあちょっとお便りもはいきたいと思います。はい、なっちゃんネームトントンさんからいただきました。ありがとうございます。
なちゃんともりる、こんなつわ。こんなつわ。今日はプリンの日らしいです。うん、お二人はプリンは好きですか？またお互いの好きな食べ物など知っていたら知ってたりしますか？これ私が選んだお便り。かわいい。今俺びっくりしました。作家さんそんなメール選ぶかなと。いや違う、あの作家さんの好きを選んでって言われて、一番なんか簡単に答えやすかった。かわいいんだけど、ふわふわしてる。プリンね、プリン好き。うん、私ね、ちょうど昨日から、うんうん、すっごいプリン食べたくて。え、食べなきゃ。今日プリンの日だよ。そう。終わっちゃうよ。プリンの日なんだ。あとちょっとで一日終わっちゃうよ。まあまあ帰り道とか。うん、帰り道。プリン、何、どういうプリンが好きか。なんかね、あのセブンの4つ入りの焼きプリン、うん、あ、焼きプリンね、を一時期もう狂ったように食べて、狂ったように。そう、それはもう飽きたの。飽きちゃった。で、なんかこうデパ地下みたいなデパートで売ってる、うんうん、牛乳瓶みたいなのが、ね、入ってる牛乳、なんか牛乳プリンみたいな、なんかトロトロの、なんかもはやクリームみたいな、あー、トロトロ派なんだ、に最近ハマってる。ほうほうほう。それが食べたい食べたい。買ってきてあげてください。デパ地下の牛乳みたいなプリン。私逆かも。硬いのが好き。割となんかこうプルンってしてる、あのもう個体プルンってしてる。なんか私が選んだお便りだけど、なんだろうこの話。なんでよ、プリンの話しようよ。プリン美味しいじゃん。めっちゃプリンの話させてるわと思って。プルンってしてるプリン美味しくない？美味しい。あれが好きで、かなんかカラメルはちょっと苦めのやつが好きで、ね、はい。続いてのお便りは、ゴリゴリ押した推し。いや、こんな感じだからなチャンネル、ほんと、うん、好きだよ。いいですね、これ。なっちゃんのネーム、みのりんさんからいただきました。ありがとうございます。なっちゃんともりる、こんなつわ。こんなつわ。連日、猛暑が続いていますね。うん、僕のマイブームは、暑い日だからこそ激辛ラーメンを食べて汗を思い切りかくことです。お、汗をかいたら家でシャワーを浴びて、キンキンに冷えたビールを飲む。最高。これをセットで休みの日の楽しみにしています。お二人は暑さを楽しみに変えることって何かしてますか？暑さを楽しみに、うん、なんかなっちゃん暑いの平気そうなイメージある。あ、ね、そうなの。夏の方が好き で、ね、なんかそう、夏の方が元気なイメージがあるのと思いきや、うん、みたいな、なんか、ね、夏であの調子乗っちゃうのよ。あ、調子乗っちゃって。そう、調子乗って調子乗っちゃって、なんだろう、でも何でもいける気がするみたいに気持ちだけで行って、うん、で、なんだろう、やっぱりでも太陽の日差しには勝てないか。勝てない。なんかこう人間の限界来ちゃった。やっぱり塩分とか水分大事なんだなって。そりゃそうだよ。待てる。で、なんか食欲失せるから。うんうんうん、だから最近はやっぱそうめんとか冷たいうどんとか食べる、うんうん、食べてたんだけど、うんうん、なんかそれ、なんか針の治療に私最近始めていたら、うんうん、冷たいものばっか食べてませんか、うん、言い終わってたんでしょ。そう言われて、言われてたでしょ。そう、もう確かに、なんかもうなんかこの時期にさ、うんうん、それこそラーメンとか、うんうん、なんかピザとか、うんうん、重いものいけなくて、完全に夏バテしてるね。そうそうそう。なんかあれだよ、冷たいもの食べた時、飲み物あったかくするといいよ。辛くない？いや、冷たいの食べてるから意外といけるいける。いいの？なんか常温でも平気。でもそんなこと言ったら私ビールどうしたらいいの？ビールは温めるの？ビールはちょっと頑張ろう。頑張る。熱かん、ぬるめに、あ、熱かん、冷やさない、冷やさない、あ、冷やさない、冷やさないビールって美味しいのかな。いやー、まずそう、ね、絶対美味しくないよね。森は夏の夏、どちらかといえば冬が好きだから、夏結構苦手。なんで？なんで？寒いじゃん。なんか暑さのが耐えられない。冬なんか寒さはさ着込めばいいけどさ、夏ってなんか限界があるじゃん。まあね、ある程度薄着になっても暑いしね。そうそうそう。だからなんか夏はもう家にいるか、なんか家でアイス食べるとか、なんかね、あの体温調節が苦手で。
自分が。で、あの暑い日になると熱出ちゃうの、そのまま熱出るっていうか熱が高くなっちゃう、出るみたいなんですよ。今検温するとさ、ずっと37度台なの、熱とかじゃなくても外の外気でもうやられちゃって、だからしばらく室内にいれば収まるんだけど、ずっと37度2とか37度1とかになっちゃうから、なんかそういう時はアイス食べたりすると下がる。へえ、心配なの。アイスだね。アイスアイス冷たいもん。私も検温ビクビクするいつも。ねえ、検温怖いよね。アスファルトにさ、で歩いてるのさ、なんかあの照り返しの熱でどんどん皮が変わってくるから、これで37度5分以上いったらやべえみたいな。なるなるなる。ちょっと顔冷やしてから、そう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 、ちょっと落ち着いてからね、そうそうそう、水筒とかでこうやっておでこでこうやって冷やしてから入る、絶対出ちゃう、乗り越えよう、コロナ乗り越えよう、本当に怖いからね。私たち大事なイベントを待ってるから、そうだね、体調崩さないようにしないと、うん、頑張るよ、頑張ろう、はい、ということで、はい、ここからはこんな企画をやってみたいと思います。はい、どっちが相手を理解してる、ハイパー理解度チェック、イエーイ。なんだなんだ、はい、もうこれはもうおなじみなんですけど、はい、お互いのことをどれだけ理解してるかを測る企画で、それぞれに関する問題を3から5問ずつ出し合い、正解数が多い方が相手を理解できているということで、これからどんな場所でもね、私はコミュニのことを一番に分かってるんで言える権利、権利権利をいただける、いただける、ちょっとこれはいただきたいですね。でも今までのゲストで私がもらって使ったことはない、まあ、義務じゃないからね、うん、そうそうそう、権利だからでもなんかもらえたっていう気持ち、ああなるほどね、喜びをねいただきましょう、はい、ということで、それでは早速問題を出していきましょう、はい、まずじゃん、村上夏実の誕生日と血液型は？カレンダーには入れてるよね。でもこれ結構ヒントがさ、台本にあったんだよね。そう、見た。ダメ。あ、待って、透けて見えちゃった。ダメ。え、でもさ、カウントダウンって、いや、ちょっと待って、ダメ。ダメ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 。ずるいぞ。ずるいそれ。ダメなんですか？まあ、血液型もあるんでね。待って、いつだったかな。待って、血液型はマジで聞いたことがないかも。嘘だよ。嘘ある？ある。本当？あるよ。多分。でもだって、うん、ともりの分かる気がするもん。私の？え？なんか急に不安になってきたな、あっち。人違いだとどうしよう。だってカウントダウンって言うからにはさ、うん、数日はあるよね、きっと。え？数日？あかんないよ。やばいのこれ。きっとこれぐらいに。まあ、でもこれ会ってたことある人いないから。あ、本当？多分あれ いないですよね。多分血液型が違ったりして会ってないですね。へ、うんうん、でも宮本さん会ってたんじゃないですか。血液型違ったの？血液型違った。はい、できたか一応。え、待って、うん、いいよ。じゃあ、はい、先にクスノキさんから。はい、私から行くな。もうね、ごめんね、多分違う。おお、なになになに、コメント見たくないんだけど怖い。はい、いいですか。じゃあすごい、あーって言われてる。正解は、わーもうやだよ。じゃーん、ねえ、カウントダウンって嘘じゃん。なんでカウントダウンだよ。カウントダウンですか。そうですか。9月頭なのはね、 A 型です。え、でも B 型って嬉しい。嬉しいの B？ 嬉しい。本当に？なんか才能ありそうじゃん。偏見。なんか A か B かなって思ってたんだけど、うん、なんとなく A と思わせて B かなみたいな。嬉しい。B 型すぐフナパとか言うんだよ、この人たち。本当に失礼だ。え、何、今まで違うよ、全然会ってなかった。ほら、フナ説、フナ説って。フナコはやばいよ。すぐこうやって遊ぶんですから、あなたたち。本当うるさいっすよ。人の人間関係に口を出すんじゃない。え、怖い。どうしよう、私ともりで全然答えられない。いいよ、もう答えなくて大丈夫。次の問題に。次の問題、ともりのファンに、はい、怒られちゃう。怒られないよ。逆パターンですね。私のファンの人優しいよ。はい、私の誕生日と血液型。これはもう私の、なんかね、私の書けばいいです。あのね、はい、バースデーイベントみたいのをね、
このぐらいの時期にやってた気がするみたいな。そうね。でもね、毎年それが誕生日当日とは限らないんですよ。そうだよな。そうなんですよ。はいはい。どうしよう。じゃあ先に村上さんから。私もう外してるから。せーの。11月30日。はい、いいですか、答えいきますよ。私の誕生日は12月。全然違え。A 型。全然違え、ごめん。そうなんだ。いや、なんか、そう、年末だから。そう、冬にそう。そうなの、あの、冬至の日なん。そうそう、まあでも冬至も毎年違うからね、なんだかんだ。そっか、ほら、不仲だねって言って。でも聞いてみんなね、あのね、虹ヶ崎のグループってすごいよね。みんなの誕生日をお祝いするもんね。ね、もう誰かしらが言い始めて。ね、そうそう、みんなでお祝いするの。でも私ではない。そうね、私も最初じゃない。大体でもアグリか田中かって感じ。あ、そう、うん、のイメージがあるかな。いや、本当に覚えらんないのよ、覚えらんないよ、覚えらんない。本当に日付ってだってもう数字じゃん。ね。ね。数字覚えらんないよ。でもカレンダーに。待って、ね、何型だっけ？え？何型だっけ ？A 型だよ。A 型か。合ってた。今のこの感じかね。A 型合ってたんだ。よかった。当てる当てる。そう、 A 型だった気がしたんだ。大丈夫大丈夫。じゃあ、はい、次の問題に。はい、続いて。置いちゃった。村上夏実の思う楠木智美の好きなところ。恥ずかしいやつじゃん。好きなところね。恥ずかしいやつじゃん。いやこれ恥ずかしいね、自分で書くの。どうしよっかな。いいよ、ないって書いても。いや、そんなわけないやん。どこなんだろう。もう明日私消えてるわ、ないって言ったら。消えてるって、どこの勢力が消したの今。どうしようかな。でもまあさっきの、好きなところ、まあでも好きなとこだもんね。どこ。わかんないよこれ、難しいね。いやでもなんかこれ本当に私クズみたいかもしれない。クズクズクズ頑張るよみたいな。クズってどういうこと。はい、書いた。OK。はい。じゃあ、楠木さんからです。私からか。さっき一応言ってたから、あのさっき消したけど結局同じのを書きました。なんか、しっかりしてるとか。見てこのちっちゃさ。このちっちゃさ。そう、なんかそういう感じかなって。その時は買ったかもしれない。違った自分でしっかりしてると思われてると。さっき褒めてそうやって言ってくれたから。、はい、その証言からですね。はい、はい、じゃあ村上さんの正解を。めっちゃ頭良くて頼りになる。まあ一緒じゃない。うん、ほぼほぼ。いや本当に頼っちゃうの。なんかこうすごい緊張する場面とか、うん、なんかすぐ察してくれるし緊張してるかみたいな。なんかね、なっちゃん緊張するとなんかみたいな感じになってるから、いつもあ緊張してんだなと思って。そう、顔に出ちゃうの。すごいなんかあのプル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 ってプル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 ってってるから。でもなんかそう、それを察してなんかうまくフォローしてくれるし。やめて、恥ずかしいから。やだやだやだ、なんだぜ。ね、やだ、やだ。来るよ。やだよ。なんだぜ。やだ。やめて。はい。はい。嬉しい。次の問題ですね。はい、次の問題。ダメだな、はい、本当。逆パターンですね。逆？逆ね。私はもうこれ決まってるの。マジか。うん。マジか。なんか毎回同じのこと書いちゃう。言ったことある私に。どうだろう、言ってる気はするけど、なんかそのここが好きみたいな言い方はしてないと思う。多分ね。
ケー、書いた。オッケー、オッケー。はい、はい、アクロバット、はい、オッケー、はい、先に村上さんから。せーの、素でボケボケ。そんなこと考えないよ。どういうこと。なんか共にボケないじゃん、あんまり。まあ、そうね、いや、ボケていい時はボケるよ、うん、そうね、あんまボケないかな。でもなんか、そう、ともりにない部分かなと思って。あー、なるほどね。結構ボケてる時あるけどな。私もっと漢字割合が多いよ。漢字割合、私が書いたの。漢字、漢字だよ、漢字。私が書いたの、こちらです。笑顔が素敵で努力家。ありがとうございます。もう皆さん揃って。え、みんなこんな感じ。みんな笑顔って言ってくれる。そうなんだよ。いや、まずやっぱ一番最初にやっぱ笑顔が素敵だなって思ったの。そうなの。そう、こんなに。だってさ、ライブ映像見た？ライブ映像は。ちょっと奥さん、奥さん、ライブ映像見ました？ずっと笑顔なのよ。なんかさ、苦しそうな笑顔とかってあるじゃん。じゃなくてもずっと、あの、もう見てる方が幸せな笑顔なの。もうそれをキープできるのもすごいなって思うし、かつそこに至るまでの努力が本当に素敵だなっていつも思う。すごい努力家だし、やめて。見せないから。最近ルーセン弱いんだ。いやいやいや、そんな。いや本当にみんな努力してるから。いや、でも特にすごいしてるなって思うの、うん、泣かないで。ダメだ、もうこの企画もうやめよ。やめちゃった。私を泣かせに来る企画やってる。でも努力家だねは結構言ってる気がする。私届いてないかも、じゃあなっちゃんに。はい、私はもうこの感じです。もうなっちゃんといえばこれ。ありがとう。はい、じゃあ次の問題ですね。はい、サクッといきましょう。はい、はい、サクッと。はい、村上夏実の今欲しいものといえば。わかんないんだよね。え、ちょっとヒントをください。ヒントは、なんかジャンルで絞ってほしい。なんか美容品とかさ、趣味とか。趣味、趣味、うん、釣り。釣り関係あり。あるな、これ。あ、結構、釣りのなんだろう、うん、めちゃくちゃ顔に出る。なんだろう。いや、そう、ずっとね、これ毎回この釣りは、何釣りがお好きです？本当はシーバス、ブラックバスが好きですね。ちょっとぶっ飛んだとこ行ってみようかな。欲しい、欲が。え、現実的なもの書いた？うん。あ、じゃあやめよう。え、何？今私船って書いてた。そうじゃないんだね。うん、まあベタにこれかな。はい、つまんね、答え書いちゃった。じゃあ、はい、楠の木さんから。はい、またちっちゃく書いちゃった。あー、うわー。はい、じゃあ正解は、いいですか。はい、正解です。待って待って、間違えた。ルーバー。ルーバー。ルーバー。喋りながらね、間違えた。ルーバー。残念、正解だったね。そうですね、不正解ですね。正解、正解、正解だった。業界用語みたいですね。ルーアーですね。本当に間違えた。ルーアーでしたね。これは、ルーアー。難しいっすね。あの、やっぱその素でボケボケのところも込みで書かなくちゃいけなかった。そうですね、なっちゃんがそう答えるのを想定して書かないといけない。合ってる、合ってる。一問正解。やった。ルアーね、ルアーなんか新しく買いたい。なんでまあ文字だったんだろう。うん、なんかシーバスとかブラックバス用のルアーってなくしやすいのよ。うん、あ、あそう、それがね、ちょっと今欲しいなって。なかなか行けてないからこそ欲しくなってるって感じ。いいね。では逆パターン。はい、そうですね、次の問題です。はい、欲しいもの高い。そうね、私そのもの知ってる。知ってる、知ってると思うけど、なんかね、こんな感じがするんだよな。ともり今あれ持ってるのかな。はい、 OK。 じゃあ村上さん、私から。はい、
コンデンサー。あーなんか使えそうじゃん。欲しい。正直欲しいわ。欲しい。欲しいっす。けど私が書いたのこちらです。人をダメにするクッションですね。ちなみにそこに持って帰っていいですか。持って帰っていいですかね。あれダメにするやつなんだ。そう、あの大きいやつが欲しい。いや大きいって何？ベッドぐらいな。え、なんかあのさ、知らない？あの椅子サイズの、椅子サイズなんかあれだよ、あれ。あ、俺か。そう、なんかこう寝っ転がりみたいな感じで座ることもできるし、なんか普通に座ることもできるし、なんかもうまんまでっかいクッションっていう感じ。へえ。もうちっちゃい頃から、ちっちゃい頃からっていうか昔から欲しくてずっと買ってない。確かにな、最近なんか私健康器具集めにめっちゃハマってて、なんか初めてこの リファ、あ、リファ買ったの？買って。どう、リファ？え、もうね、3時間ぐらいやっちゃったの。それダメでしょ。そう、次の日も、やりすぎだよ。とか、あとね、ストレッチポール。あー、なんかこう床に置いて、その上に乗ってこうグリ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 って肩甲骨伸ばすみたいなやつが、健康器具見るように調べて。いいよね、マッサージチェアも欲しいもん。欲しい。欲しいもんね、いっぱいあるんだよね。体を楽にしたいよね。そう。そう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 。でもちょっと3時間はやめた方がいいね。ね。そう。肌に害を及ぼすよ。20分ぐらいっていいのかね、あれは。でもなんか一通り終わったらそれでいいんじゃない？やりすぎかんないけど。じゃあ次の問題に、これオリジナル問題ですね。はい、私が考えた。村上夏実が初めて抜けた歯は上の歯？下の歯？知らんがな。でも優しくない？優しい、2択だからね、 50% で当たるからね。まさに僕もこれもらった時に知らんがなって言って。覚えてんだ。そうなんだよ。なんかイメージ、あのね、イメージこっちだけどな。失敗なか。はい、書きました。はい、じゃあ止めるから上。上ですか？どうしてですか？私が上だった。うわ、広げようとしてる。私が上だったし、なんかだいたいこの下が残ってて、上がこうさ、開いててさ、笑った時になんか変異だなってる子供写真ってよくいろんな人の見るから、なんか上から抜ける人が多いのかなっていう気が。なんか私これなんで覚えてるかっていうと、なんか上の歯だったらこう、何、自分家から下に向かって投げると、なんかいい感じに入るみたいな。ほう。で、下の歯だと上に向かって投げる。縁の下に投げて、下の歯は屋根の上に投げるっていうことですね。そうすると健康な歯が生える。投げたの？投げたの。本当に？そう。私取っといてあるわ。どっち向きに投げたか覚えてるんで。はい、正解は。下の歯。わかんないよ。これはわかんない。で、投げました。なんだ。屋根に乗せたいなと思って、こうやって投げて、その、そう、あ、乗んなかったんだ。そう、見たのよ。へぇー、下かそっちかどうでもいいな。悔しいぜ。ありがたいですね、はい、悔しがってもらえる。そう、なんか私この前、だって二択ですよ、二択で外すなんて。はい、私が生まれたグラム数とかも問題にしたんで。あ、そうだ、してた。そう、なんか、ウィキペディアに載せてくれるかなとか思ったけど、全然更新されてなかった。3182。私も忘れちゃった。おいおいおい。あ、みんな言ってるよ。2440。あ、そうなんだ。ありがとう。2440。結構軽いね。コロコット。可愛らしい。最後の問題です。はい。最後。え？我慢？はい。なんかしてんの？あることをずっと我慢してます。よくないよ。我慢してます。我慢？何？ずっと我慢してるんですよ。我慢しなくちゃいけないの？いけないってわけじゃないけど、自分で？そう、自分でちょっと一回我慢しとこうかなっていう。一回我慢しちゃうの？わかんない。もうあることをずっと我慢してまして。え？何？それは
みんなにも若干関係があるかもしれない。え、でもすごい理由は個人的なんだけど。みんなにも関係ある？ちょっとね、ちょっとよ、ちょっと気持ち、ちょ、私の場合で書いちゃった。こんぐらい、こんぐらいよ、こんぐらい。はいはい、どうぞ。朝シャンなんだろう、私朝シャン多いんだけど。あ、そうなんだ。そう、夜しっかりお風呂に浸かって疲れを取った方がいいって思って夜に入る努力をしてる感じ。私基本お風呂は夜なんで。うん、そうなんですよ。私が我慢してるのはこれです。髪を切りたい。そうなんだ。そうなんです。ずっと。なるほどね。てかもうだいぶ伸びてきちゃったので、なんか本当は顎ぐらいのボブが好きなの、私は。似合うだし。そうけど、今コンテンツのライブが控えてるでしょ。その前は一応まあ全然足りないけど、気持ち的にもまあ伸ばしておこうかなっていうところで、一応頑張って伸ばして、うん、私もこれで、そうストレートかけてちょっとピョってやればまだちょっとロングに見えるかなぐらいでなると思うので、ね、ちょっと今頑張って我慢してます、うん、いいね。まあ終わったら、終わったらエスって言うと思うんですよ。はい、はい、ということですね、はい。私が0問正解ともりが1問正解でやった、ともりの勝利でございます。やった、私なっちゃんのこと詳しいからって言っていいんだ。そうそうそう、え、嬉しい。たった1問で言っていいんだね。どこでも言って。あ、どこでも、うん、どこでも言うよ、うん、じゃあなんかいろんな現場で急に私は村上夏実ちゃんのことよく知ってるんだ。名前を売って今度じゃあ、あなたの事務所の先輩の小林さんに言うとくわ。そうなんだって言われるんだけど多分ね、って言われる。はい、はい、といったところで、はい、前半終了でございます。はい、どうでしたか、なチャンネル。難しいね。難しい、クイズが。あ、クイズね。でもなんかこう空気感がすごいゆったりしてて、あんまりいい意味で仕事をしてる感がない。楽しい。そうなの。普通に喋ってる感じ。そうなの。本当なんかみんな言ってるけど体感5分、うん、5分も経ってないぐらい、うん、楽しかったです。息抜きなんですよね。はい、幸せ。はい、じゃあちょっとここでお知らせなんですけども、うん、YouTube でご覧の方、ちょっとこの時点でちょっと放送が先に終了となりますので、はい、うん、引き続きご覧になりたい方はぜひチャンネル放送ページに移動をお願いいたします。で、後半前半途中から会員限定放送になるんですけども、冒頭見られるのでぜひチャンネル入会をよろしくお願いいたします。ということで YouTube の方が1回終了となります。はい、チャンネル放送に移ってこの後もぜひ見てください。お願いします。ということでまず YouTube のみんなにバイバーイ。バイバーイ。